地下ホームのため屋根がちゃんとついています。さあ、ここは東京都八王子市京葉線の京葉八王子駅です。今回はこの京葉八王子駅から新宿駅を目指します。現在時刻は夜の11時前、京葉線にはこの時間帯でも最速達の特急が走っています。今回はそちらに乗っていきます。よろしくお願いします。ということで、今日乗る電車はこちら、京葉八王子駅23時1分発の特急新宿行きです。一般的に早朝や深夜の時間はどの路線も停車駅が多い種別の運転が中心となっています。しかしこの京葉線ではど深夜の時間でもこのように最速達の特急が走っています。なお、こちらはダイヤ改正前の映像となっていますが、現在も同じ時間帯に高尾山口始発として特急が走っています。そして乗車する電車はすでに停車中です。今日は8000系の10両編成での運転でした。では早速乗っていきましょう。京葉八王子駅を発車、京葉線のど深夜特急の旅がスタートしました。終点の新宿までの所要時間は39分、最速までは行きませんが40分を切っていますので、特急の中では早い方となっています。この先途中は北野、高畑不動、聖蹟桜ヶ丘、武梅ヶ原、府中、調布、明大前の順に停車していきます。ということで、今回は終点の新宿まで早いシーンを中心にご紹介していきます。また深夜の時間帯ならではの接続についても順次見ていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。電車は京葉八王子駅を発車したら少しだけ地下を走行し、その後は地上に出ていきます。京葉八王子駅はもともとは地上に位置しており、8両編成までしか入れませんでした。その後現在のように地下に移設して10両編成にも対応できるようになったそうです。電車は北野を発車、ここで向かい側高尾山口始発の各駅停車高畑不動行きに接続しました。高尾線からの各駅停車と北野で接続するのは昼も夜も同じなようです。ただ行き先は高畑不動行きで珍しいものとなっていました。さあ、電車はここからは通過運転がスタートします。次は高畑不動に停車、途中は長沼、平山城址公園、南平の3駅を通過していきます。この先は深夜の高速運転に注目です。23時を過ぎており、消灯した家庭も多いようで、景色は暗めとなっています。さあ、電車はどんどんと加速していきます。最初の北野から高畑不動までの区間は線形が良く、スムーズに走行することができます。また先行電車との間隔も十分に空いているようで、最高速度の110キロに近い速度で走ることができるようです。途中駅もどんどんと通過、京葉線のこの辺りの駅はどこも乗降客数が4桁台で少なくなっており、この深夜の時間帯の利用者は特に少ないでしょう。ただ昼も夜も途中駅まで各駅停車で向かって、そこから優等電車に乗り継ぐスタイルは同じなようです。さて、京葉八王子駅を発車してから8分、車両基地も見えてきました。電車はまもなく高畑不動に到着します。次の高畑不動駅は2面4線の対比可能駅、ただ各駅停車との接続はありません。この先の武梅ヶ原までの通過駅へ行きたい人は、北野で接続した高畑不動行きの後に来る新線新宿行きを待つことになっています。乗り継ぎ時間は12分と長めになっており、ちょっと不便な点だと思います。高畑不動から先は聖蹟桜ヶ丘、武梅ヶ原、府中の順に停車します。途中はもぐさ園と中川原の2駅を通過、この2駅に行きたい人は残念ながら
待ち時間が長めとなっているようです。なおもぐさ園については成績桜ヶ丘までこの電車で向かって下り電車で引き返した方が早く着けるようになっていました。電車はちょうどもぐさ園駅を通過しました。そしてこちらは成績桜ヶ丘を発車したところです。高畑不動から分倍河原までの間は駅間は長いもののカーブ区間が多くなっており、電車はそんなにスピードを出すことができません。特にこの成績桜ヶ丘を出た先にある多摩川を横断する区間、そして中河原から分倍河原までのちょうど真ん中のあたりはかなりの急カーブになっており、電車はゆっくりと走っていました。電車は府中を発車、ここで各駅停車新宿行きに接続しました。各駅停車との接続駅や接続回数は今のところ昼間の時間帯と同じとなっています。ただこの後の区間ではそれが変わっていきます。引き続き注目していきましょう。さあ電車はここから先が本格的な連続通過の区間に入ります。次は調布に停車、途中の東府中、多摩霊園、武蔵野台、飛田給、西調布の5駅は通過していきます。さあ電車は早速1駅目の東府中を通過。この駅は急行は停車する駅となっており、ダイヤ改正後の現在は一部の時間帯はここから1本でスピーディーに新宿まで行くことができます。なお土深夜の急行に関してはこちらの動画でもご紹介していますから、ぜひチェックをよろしくお願いします。さあ電車は少し速度が落ちればすぐに加速します。この電車は府中から調布までを4分で結ぶことになっており、これは最速級です。ほとんど余裕がないダイヤとなっていました。さあまた加速しながらとなっていますが、電車は飛田給を通過。この駅は上りのみ回避可能な駅となっていますが、追い抜く電車はありませんでした。日中はここで1本各駅停車を抜かしていますから、ここは深夜ならではのことのようです。そしてこの飛田給での追い抜きなしというのが先ほどの高畑不動行きのような不便な状況を作ることになります。詳細はこの後ご紹介していきます。さあ電車はこの後も深夜の調布市内を今日一番の速度で走っていました。さて京葉八王子駅を発車してから22分近く間にも入りました。電車は間もなく調布に到着します。調布駅手前でもゆっくり走ることなく、調布駅にもスムーズに到着できるようです。次の調布駅は2面4線の大肥鹿野駅、この電車は相模原線からの区間急行新宿行きと接続します。この先のつつじが丘から先の各駅へ行ける接続電車は確保されているようです。しかし残念ながらつつじが丘までの3駅については府中で接続した各駅停車新宿行きを待つことになっています。こちらも待ち時間は10分となっており、飛田給で追い抜きがないとこのような不便が発生するようです。電車は調布を発車、調布では2分ほどの停車時間がありました。区間急行から乗り換えした人も結構いたようです。さて電車は次は明大前に止まります。途中は福田、国領、柴崎、つつじが丘、千川、千歳烏山、露化公園、八幡山、上北沢、桜上水、下高井戸の11駅を通過。明大前までは8分で結ぶことになっており、これも最速級のようです。さあ電車はまた地上区間に戻り、早速高速運転を行っています。調布を出ると露化公園くらいまでは長い直線区間となっており、先行電車との間隔が十分に空いていれば特急電車はスムーズに走ることができます。このペースのまま電車はつつじが丘を通過、ここで各駅停車を追い抜きます。この各駅停車は調布で接続の区間急行に乗れば乗り換えすることが
できるそうです。そしてつつじが丘駅を通過した後も電車は再び加速。本当にダイヤに余裕がないようで、ずっと高速運転を行っていました。乗っている分には楽しいですが、現場の運転手さんはなかなか大変なのではないかなと思います。さあ、こちらは千歳烏山駅を通過。この駅は今はライナー以外は全部停車となっていますが、撮影当時はまだ特急は通過運転を行っていました。上りのライナー電車は朝と夕方しか走っていませんから、23時を過ぎた深夜帯での千歳烏山通過はもう体験することができません。さあ、こちらは桜上水を通過。この駅は2面4線の対比可能駅、しかし各駅停車を抜かすことはありませんでした。この駅は車庫が併設されており、時間帯的に何本か車両が留置されていました。この後また終電近くなったら何本か入庫していくのでしょう。また桜上水の手前の八幡山駅も対比可能駅となっていますが、各駅停車の追い抜きはありませんでした。この各駅停車の追い抜きの少なさは後ほどまた不便を生み出すことになります。さて、京王八王子駅を発車してから32分、電車は間もなく明大前に到着します。次の明大前駅は井の頭線との接続駅。井の頭線もまだまだ走っており、吉祥寺、渋谷ともに行くことができます。そしてこれまでも話題になった各駅停車との接続ですが、明大前での次の各駅停車はつつじが丘で抜かした電車となっており、なんと13分待ちとなるようです。高畑不動、調布に並んで3駅目の各駅停車との不便な接続となっています。さあ、ご覧の通り明大前駅特急の次に来るのが調布で接続した区間急行、そしてつつじが丘で抜かした各駅停車となっています。区間急行とも5分差となっているようです。明大前の次は終点の新宿に停まります。途中は代田橋と笹塚の2駅を通過。電車はそのうちの代田橋を通過しています。この駅が各駅停車しか止まらない駅となっており、明大前で13分待たないといけない駅となっています。人によっては歩いた方が早いということもあるでしょう。そしてこちらは笹塚駅を通過。この駅は都営新宿線方面、京葉新線との接続駅。京葉新線との接続は明大前で降りて区間急行に乗ると元八幡行きの最終電車に乗れなくなります。しかしこの電車で新宿まで行ってから乗り換えすると元八幡行き終電に乗り換えできるようになっています。これは難易度の高い乗り換えとなっていますが、現在は特急も笹塚に停車するため、もう少し乗り換えがしやすくなっているでしょう。さて、京葉八王子駅を発車してから39分、電車は間もなく終点の新宿に到着します。京葉八王子から新宿までの京葉線の都心や特急の旅、全区間にわたって高速運転を行っており、乗っていてなかなか楽しい電車となっていました。一方でもぐさ園、中河原、布田、国領、柴崎、代田橋および都営新宿線方面に行きたい人にとってはちょっとかわいそうな接続のダイヤとなっていました。なお現在のダイヤでは調布以外の高畑不動、明大前については同じ長い待ち時間の接続となっているそうです。終点の新宿駅は3番線に到着します。10回抜かれる京葉線の各駅停車に乗ってみた。次回は対比が多く遅いことで有名な京葉線の各駅停車の中でも特に抜かれまくる電車に乗車していきます。ちょっと珍しい電車も対比しました。どこで何に抜かれていくのか注目です。気になる方はぜひチャンネル登録をして公開をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。